僕は運命って言葉が嫌いだ。生まれ、出会い、別れ、人生の幸不幸、それらがあらかじめ運命によって決められているのなら、僕たちは何のために生まれてくるんだろう。妹さんの余命はよくもって数ヶ月、あるいはこれがひまりの運命だったんだ。バッカ野郎、よくも自分の妹に、僕たちの妹にそんな冷たいことが言えるな。多分それが俺たちに課せられた罰だからさ。カンちゃん、ショウちゃん、さようなら。僕の存在証明、ね、神様、あなたたちが誰なのか、なすべきことは何なのか。俺たち、なすべきこと、でなければ運命の乗り換えは完了しない。嫌だわ、早くすりつぶさないと。この世界が今の僕にはひどく不確かに見える。リンゴちゃんは高倉翔馬くんのことが好きなのだと思ってたわ。助けてやってください。俺の命と引き換えでもいい。だからひまりを。回るピングドラム。生存戦略しましょうか。